さあではそんなゲーム、中日10対0と快勝したゲーム振り返ってまいりましょう。ハイライトをお届けします。今日は背番号34番同士、オリックス中山、中日山本昌が先発をして13時にゲームが始まりました。1回の表、中山の投球です。荒木を三振に取りました。しかしランナーを出した後、山崎武史のこの今シーズンオープン戦2号ツーランホームラン。これもね、アウトコースがインコース入ったんですね、はい、インコース投げたやつはあの結果なかったと思いますけどね、はい、そして3回の表、ワンアウトランナー2塁、森野がヒットを飛ばします。3対0。その後山崎タイムリーツーベースヒット。山崎武史は今日3打点の活躍です。ホームラン、ツーランホームランとタイムリーツーベースヒットでした。4回表、ワンアウト満塁、2番の岩田がフォアボール押し出し、はいけませんね。今のもいいところなんですけど ねあれ、ストレークゾーンに投げなきゃね、今のは、はいはい、その後森野に満塁走者一掃、タイムリーツーベースヒットを打たれました。中日はさらに3点を追加して、この回4点、合計8点。中山は5回にも1点を失って9失点でマウンドを降りました。2番手ミンチェです。6回表、高橋周平三振、福田ピッチャーライナー、これはゲッツーに取っています。そして今度は前田です。ワンアウトランナー1、3塁、8回の投球、野上直道三振。あと冒頭で1点を失ったんですが、福田をサードゴロに取りました。前田8回、9回はこのルーキーの佐藤の投球です。ブランコファーストファールフライ、バッター前田、三振。この球ですね、山さん、この球何球かあるんですよね、はい、ですからこれを軸にやっぱり挑戦ですよね、1年目ですから、はい、そうですね。さあ一方オリックス打つ方です。 T 岡田、これは初回の打席レフトフライ、4回の裏、これもレフトフライ。やっぱ簡単にあの引っ張らせてくれるボール投げてくれないですよね。ないですね、うん、7回の裏ファーストゴロです。9回にも打順が回ってきました。 T 岡田ピッチャーゴロでした。ルーキー田島に打ち取られました。岡田は今日ノーヒット。そして4番の井出穂、まとめてご紹介しましょう。2回の裏、これはちょっと苦笑いでした。しゃあないかなって感じですけどね。そうですね、うん、1回目三振、2回目川上にショートゴロ、これはあのよくたまりましたね、はいはい、ですから次会った時はなんとなく雰囲気持てるんじゃないですかね、3打席目セカンドゴロでした。井出穂も今日ヒットがありませんでした。ピッチャー別、バッター別にも振り返りました、お届けしてまいりました。今日の放送、この後4時までお送りいたします。